イソブテン、または、イソブチレンとは、工業的に重要な炭化水素で、枝分から上に4個の炭素を持つアルケン。ブテンの構造異性体の一つ。可燃性を持ち、常温常圧で無色の機体。イソブテンは、合成中間体として様々に用いられる。メタノールやエタノールと、付加させると、ガソリンの添加剤として用いられるメチルターと、ブチルエーテルやエチルターとブチルエーテルが得られる。 やはりガソリンに加えられるイソークタンも、イソブテンのアルキル化で合成される。メタクロレインの原料ともなる。フェノールもしくは4、メトキシフェノールとイソブテンのフリーデルクラフツ反応により、抗酸化剤のジブチルヒドロキシトルエンや、ブチルヒドロキシアニソールが作られる。また、イソブテンが重合すると、ポリンイソブチレンとなる。ブチルゴムは、イソブテンを含む、強重合体である。 イソブテンは石油生成ストリームから硫酸と反応させて単離できるが通常はイソブタンの触媒による脱水素化によって製造される。1990年代にマトブやエトブの需要増に合わせイソブテンの製造量も大きく増した。北米ではテキサスペトロケミックルズやライオンデルが主要な製造元である。またアセトンや キシロースやセルロースから製造する方法もあり、バイオイソブテンの製法として光を浴びている。イソブテンは可燃性が高い機体であるため、爆発を避けなければならない。ありがとうございます。